え、乗り移った？え、なんか。お？どういう状態？これは美しいの？うわ、なんかすごい不気味な世界に。ウルトラスペース。あ、ここが？ビーストの世界？うわ、めっちゃ不気味なんですけど。ここにルザミーネさんがいるのね。思っていたより綺麗な場所で、驚いています。でも、空気がどんよりとなんだか苦しい。確かに。わからんけど。ウルトラビーストって、やはりポケモンさんなのでしょうか。だとしたら、ウルトラビーストさんと呼ぶべき？どうでもいいよ。行きましょう。マヒナペア。てか全然綺麗な場所と思わんかったんやけど、私、感覚がおかしいんかな。どうしたの？なになに？そこから動くとダメということでしょうか。マヒナペア。誰が？自分が？ありがとうね、星雲ちゃん。ビートさんの世界に連れてきてくれて。次は私の番ですね。マヒナペア。ちょっとリーリーが頼もしくなってきたよ。はっ！ロトムが何も喋らない。あ、あいつは。あいつは。どうすればよろしいの？このまんま。はっ、ここではライドポケモンを呼び出せない。マジか。あ、リーリエ。ん？なんか上に。グズマ？何にも恐れない。むしろ恐れさせてなんぼの、スカルダンボス。いわゆるグズマ様だがよ、言わせてもらうぜ。お前らバカだな。何？一体全体どんな手段を使ったのか、さっぱり想像つかねえが、こんなところに来やがって。どんよりとした。よくわからんビーストだけの世界。あいつを捕まえようとしたんだよ。うわ、めっちゃおるやん。てか、全員この形なん？なんかね、帽子かぶった女の子みたいに見えるよね、すごい。ほら、髪の毛にしか見えんしさ。けど、取り憑かれてよ。するとよ、体も心も、勝手に目覚めてしまってよ。自分が自分じゃなくなるようで、怖くなっちまうんだよ。何？取り憑かれて今は無事なの？何にも恐れないスカルダンボスの俺だがよ。あの人は、やばい。やばすぎるぞ。ウルトラビーストにすっかり夢中。もう誰の言葉も思いも届かねえ。それでもです。それでも行きます。ルザミーネさんのことよね。グズマはあれかな。なんか、最終的にはいい人でしたみたいな。ウルトラビーストにすっかり夢中。もう誰の言葉も思いも届かねえ。何、まだそこにいるの？結構走っていったんかと思った。あ、なんかこれはちょっと綺麗かもしれん。キラ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 しよんの。お。なになになに、なんか合体していく。おう。ああ、ウルトラビーストの世界。私とウツロイドの愛だけが存在する。なんて甘く美しい、真実のパラダイス。ウツロイドって言うその子。だと言うのに。なんてしつこいのかしら。心底うんざりしますわね。誰の許しを得て、私とビーストだけの美しい世界に来たのです。もう顔が。何を言っているのです。グズマさんはどうなるのです？ほんとよね、なんかグズマ、すごいほっぽり出されてるけど。もういいのです。だって、飽きちゃったんですもの。こんなにも素晴らしい世界にようやく来れたというのに、元の世界に戻ろうと、私を困らせるんですよ。愚かにも程があります。食事とかってどうなっとんかな？普通に生きていける感じなの、ここで。そうやってここでもエーテルパラダイスでも、
自分のことばかり。何を今更。だってそうでしょう。私は、私の好きなものだけが溢れる世界で生きるの。戦うんかな、こいつらと。たとえ自分の子供でも、どれだけ私を慕っていても、珍しいとされるポケモンだとしても、私が愛を注げる美しいものでなければ、邪魔でしかないのです。このウルトラビーストたちのことは美しいということやね。そう。私の世界には私の望むものだけで溢れていればそれでいいのです。まあ、可愛いポケモンしか持ってなかったもんね。うんざりです。子供は親のものではありません。ポケモンもトレーナーが好きにしていいものではありません。私も生きています。コスモックも生きています。ものではないのです。おお、言うね。興味を失えばどうなってもいいだなんて。ひどいです。ひどすぎます。あら、ひどいのかしら。例えばトレーナーも同じ。使えないポケモンは好き勝手にパーティーから外すでしょ？不毛の話はよしましょう。とにかくリーリエ、コスモークを持ち出したのは絶対に許しません。あなた、幼い頃は私の言うことを何でも聞いて可愛かったのに。親に逆らうだなんて、醜く変わってしまったのは、アユナに出会ったからね。アユナ、憎いトレーナー。私とウツロイドの世界にもやってきて、許しませんよ。ウツロイドの能力で、あなたを打ちのめしてみせますわ。言うことを聞かなくなったというか、たらたらに自我が出てきただけじゃないのか？成長してきたら当たり前な気がするけど。自分の考えっていうのが出てくるもんね。何あのモンスターボール。うわ、捕まえとるやん。え、乗り移った？え、なんか。お？どういう状態？これは美しいの？エーテル代表のルザミーレが勝負を仕掛けてきた。いや、なんかびっくりするぐらい美しさとは程遠い感じになってますけど。おお、なんかポケモンたちすらなんか変な感じになってるけど、何あれ、取りつかれたの。よし、ティーフストーム、いけい。特攻がガクッと下がった。ほら、なんかちょっと、なんかちょっとすごいさ、目がトロンってなっとるよね。確実になんか操られてるよね。ちょっと待って、バンバドロで行こうか。よし、のっきりへ戻って。任せた、バンバドロ。よし、ピクシーはノーマルタイプだから、ノーマルよね。ん？フェアリーノーマル？うわ、回復しやがった。あれ、格闘が効かない。あれ、ノーマルじゃないの？ノーマルには格闘じゃなかったっけ、あれ。なんかもういろいろと混乱しているな。しかも特攻めっちゃ下がっていくんやけど、どん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 。よし、もう一回いくよ、バカ力。ドーン。あ、微妙に耐えとる。あ、回復。これってどれぐらい回復、結構回復したな。よし、これはメガトンキック、いけい。よし、さあ次はドレディア。ドレディア、今私炎タイプおらんのよね。このままでいっか。
ほら、みんなおかしい、なんか。よし、地震。んー、でもドレギアはなんかトロンとした目なわけではないんか。ちょっとぼーって燃えとる感じが。バンバドル、地震。よし、いいぞ。そしてここで10万馬力。頑張れ。よし、オッケー。さあ、次次、ミロカロス。ミロカロスはドラゴンやっけ。んー、ってことは何が効くんだかわからねえ。ピカチュウ。お、水も入っとったか。水ドラゴンかな。水飛行かな。よし、行くよ。ここでピカチュウ10万ボルト。そっちもだいぶレベルは高いかもしれないけれども、こっちには負けるでしょう。さあ、次来い。キテルグマ。ということは、ここで、バンバドロか。あ、違う。あれや、キテルグマが格闘やっけ。ノーマルじゃなかったんか。ひえー、燃えている。あ、いや、大丈夫や、格闘で。ノーマル格闘かな。いけい。おし、効果抜群。いくよ、いくよ。うわ、なんかめっちゃ回復したやん。お互いの体力分かち合わなくていいわ。いけ、バンバドロー。バカ力。まだあとちょっとか。攻撃がどんどん。あー、やばいやばい。分け合ったって、自分の方が体力あるじゃねえか。クソ、バンバドロバカ力。いけい。もう一回痛み分けとかされそう。クソ、自分の体力がやばくなったら。ちょ、これは、これはカビゴンかな。うん、違うな。でももう他おらんか。ルガルガンも微妙やし。よし、じゃあ10万馬力。もうあとちょっとやけん。あー、でもあとちょっとやけど、あれか、なんかこっちの体力はさ、減らされる一方なんやね。あとちょっとやけど、ルガルガン、ピカチュウ、カビゴン、カビゴン行く。行け、カビゴン。え、相手はあと何匹ポケモンいるの。あ、ダメ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 。めっちゃ回復した。分かち合ってねえわ。こっちしか分けてねえわ。よし、Z パワーで行くよ。本気を出す攻撃。カビゴンが本気を出すからね。さあ来い。カビゴンは Z パワーを体にまとった。そして解き放つ全力の Z 技。ピターン。さあ行くぞ。本気を出す攻撃。いけい。キテルグマの分かち合う？こうな感じやね。分かち合うじゃなかったっけ？何やったっけ？なんか忘れたけど。痛み分けだ、痛み分け。結構きつかったね。お、ムーマージ。ムーマージということは？よし、足レーンで行こう。ムーマージってゴーストタイプやろ？ってことはノーマル系は効かんはずやけん。さあ来い。
あ、私が想像しとったのムーマやった。さあ行け。わ、こいつも痛み分け使うやん。マジか。いや、分かっちゃってないってそれ。こっちに分けてもらってるだけだって。ムーンフォース。よし、オッケー。一発。よっしゃ、勝利。あー、黒髪のルザミーネさんもいいね。そこだけはいいと思うけど、その触手はちょっと不気味よ。正気に戻れよ、正気に。ん？どこかへ行く。なに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 、もしかしてリーリーをやっつけようと。助けてルナーラさん。お、あっこから動いたらいかんのじゃなかったん。来てくれたけど。お、やっつけてないよね。ルザミーネさん、目が怖いよ、目が。やっつけた？何？どうなったの？お、元に戻った。要はあの子をスポッてかぶっとったっていうことかな。え、殺したんじゃないよね。母様。母様。お、元に戻った？正気に。リーリエ。なんか死にそう。何が運なのかがよくわからんけど。あなた。少しは綺麗になったのね。少しはって十分可愛いですけど。その言葉が最後の言葉じゃないよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。